ここ自分棟でございます。キャンプ場も併設でございますからね。中止まってんのかな。キャンプ場が120m、 こちらの方にね3基ほど行ってみましょうか。2号分、3号分、6号分。夕方石棺、こんなあったんだろうか。小窓、こんなの出てきたのすごいね。直径が約24メーターの円墳でございます。それにしてはちょっと、石が小さくないかい？ 24 メーターにしては。切り上がりしているのかね、どうかね、ちょっと首がかかってるのかね、ちょっとわからんな。カチャッと手前に突き出してるね。これはちょっとね、組み直してあるね。組み直してる可能性が強いね、これはね。なんでかというと、この辺ね、なんかセミみたいなちょっと入ってるような感じやな。おお、両袖でございます。天井位置がないからね、石椅子もちょっとあれかな、残念かな。2号分でございます。天井位置がないからね、ちょっとね、3号分やけどね。あ、ここにほらもう2年とかね。これ大体石が分かると思います。これ見るとね。はい、これでございます。なんか2号分がここちゅうことは。いやー、ブランドいっぱいやな、これ。ブランドいっぱいあったんじゃな。1、2、3、4、5号分見当たるんか。ここから後半、事務棟が建つと、この辺が事務棟が建つとこらへんか。でも全然ね、これだけひょっとしたら同じ場所かもしれんけどね。はい、こんな感じでね。カード。あら、この辺からカラスが起こってるぞ。3号本。この場所はね、おそらく、一部されたみたいだからね。ここにね、カラスの巣があるみたいですね。えらいことあります。もう、片方でかね。ちょっと小ぶりでございますね。10メーターかね。いう高さが1メーター、2メーターなかったんや、これ上位ですからね。1メーター、4、50しかなかったかもしれんな。完全に攻めに来てやるね、ここね。はい、片取りでございます。3号分は大体、13メートル。13メートルの円墳でございます。13メートルの円墳でございます。はい。で、これ6号分。これ、木管あったんかね、すごい。これは10メーター。一番ちっこで小さい方やな。10メーターが円墳。木管が入ってましたか。今、恐竜がおりましたね。今日どこ行った恐竜は。あれ、そこへおったけど。ちょっと小さいね、これはね。これは袖がないんかね、これ。珍しい作りでますね。はい、そしたら霧の1号分に行ってみましょうかね、次は。さっきの中央霊園の中ですからね、ちょっと左上がっていきます。ちょっと雨が強くなってきたね。
平野も雨であんま望みませんか。こちらでございますね、霧の1号本、2号本もね、どこか温めてるけどね、今照明してますわ。これ1号本だそうですわ、聞いたところによると。どこあったんだろうね、2号本は。はい、円墳で12メーターの円墳、高さが下からやったらそうだね、10メーター未満かな。ちょっと上がってみましょうか。天井の石がね、1個だけ残ってるんですよね。わあ、わお、なんか安定性がないね。あ、手前ちゃんと止めたろ、これ。セメントで。セメントで止めたの。雨が降ってるから。今にも落ちそうやね、これ。うわ。ああ、ずいぶんセメント積めてありますね。高さが2メーター。4、50あったかもしれませんね、これね。天井石まで。大きな天井石乗ってたんやるけどね。雲がいっぱいぶら下がってる、雲が。何にも残ってませんか。これはかさとねえやけど。石がね、大きな1個だけ残ってるだけでね。はい、船頭をちょっと歩いてみましょうか。あ、いいね。天井石の大きいやつをね、まあ2個か3個は乗ってたでしょうね、天井石ね、大きいのが。どこ行ったんだろう。はい、ありがとうございました。霧戸1号本でございました。幅が1メーター、一番広いところで、1メーター50ぐらいあるか。長さ5メーターぐらいあるんですけどね。大きな石ですわ。残念やね。残念でございます。説明板が。橋部山は西見の古墳、もう間違いないね。7世紀の終末期古墳かね。せっかくなっちゃうね。これは上、石の落ちとんね。のしてますね、これは。くり抜きじゃなかなかないみたいな。くり抜きじゃないね。のしてますね。あら、これは、どういうことだろうね。はっきりわからんねんけど、組み立てしかねえ、やっぱり。これ見てない。これ一個しかないな。全部石もなくなったかな、こっちの石ね。残念やけど見えないね。はい、今日最近の雨の中ね、見に来ましたけど、ありがとうございました。